はい、ガッデンマンションカーモということで始まりました。せーの、柳川バンザイのお時間が来ましたね。今日いい天気ですね。はい、ロケにやってきております。それね、今回ね、特別アシスタント、まあね、柳川の皆さんね、去年ね、江口真実は見ていただいた方はもうご存知だと思います。主役の綾子おばあちゃんをやっていただきましたね。今回玉木綾子さんにご出演願いました。こんにちは、玉木です。お久しぶりです。いやいやね、もうお元気でしたか皆さんね。今日天気いいからね。はい、今日は、うん、玉木さん、はい、お着物で。着物ですね。ね、こうやって二人でしてるとね、なんか介護老人の徘徊してるんだよね、二、はい、人ともね、そんな感じで見られるかもしれませんけど、はい、そんなことはない。はいですね。柳川の方からね、はい、まあ懐かしいでしょ。懐かしいですよ、ね。そのね、柳川からの取材のビデオ。ビデオじゃない。ビデオ。JR 世田谷駅より歩いて5分。開き院前。明日があるさ。地元ならではの豊富な料理やおつまみがカウンターいっぱいに広がり、これじゃあ酒がいけますわな。他にもたくさんのメニューがご用意。本日のおすすめも大好評。常連のお客様はこの通り。ゆったりとしたお座敷もくつろげる。店はいつも笑顔でいっぱい。美山グルメマップにも掲載。居酒屋明日があるさ。率直に柳川の感想どうでした？あのお水がたくさんあって、うん、すごい綺麗な街だなって思いましたよ。まあね、日本のベニスと言われてますからね。ベニスですよね。本当にかっこよかったです。あの船下りもしましたしね。あ、乗られました？乗りました。やっぱりね、柳川に来たらね、あの川下りせんといかんですね。せんといかん、うん、せんといかん、はい。あの堀割のね、うん、川下りコースとかなんですけども、はい、実はですね、はい、一時期低迷した時期があって、うん、あの川下りができなくなった時もあるんですよ。うん、それをね、あの堀割を復活させたある方がいらっしゃるんです。そうなんですか。うん、これも近代史に、ね、残るある方なんですけど、はい、その方は、ね、広松伝えさんといって。伝えさん、うん、本名は伝えさんで、通称は伝さんと呼ばれてた。伝さん、うん、はい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 。その方の、ね、業績があって、今の観光地柳川があるという。すごいじゃないですか。うん、実はね、その奥さんにちょっとインタビューをしてきましたので、そのインタビューを一緒に見てみましょう。見たい見たい。うん、では、はい、どうぞ。どうぞ。柳川で堀割を作った男というね、方がいらして、日の松久江さんという方なんですが、その方の情報をちょっと僕調べてたら、すごく面白いドラマがそこにあったんで、ちょっと取材に来ました。今回ね、取材受けてくださる方が奥様の、広松美代子さんです。どうもすいません、お忙しい時間に。いやね、僕ね、伝えさんの話を聞いてすごく感動して、なんかな、あ、こういう気骨のある方がやっぱりこう柳川にいらっしゃったのはね、すごくなんか名誉なことっていうか、なんか勇気が湧いたっていうかね、自分にとっても。ありがとうございます。はい、でも、まあ、日頃はどういう方だったんですか？頑固中ですかね。あ、 あ、 でもあれはこうしたら引かない人です。あ、これって思ったら、うん、もうそれをやり通すみたいな、うん、いやでもそれぐらいの気骨がないとあんだけの授業はやれませんよ ね、 そうですね、うん、一緒にいてなんかこう一番ご苦労なさったことってのはやっぱりいろいろあったんでしょ。いや、ご苦労って、私もちょっとあの役所の話は家に持ってってこなかったから、それをブラックにずっと話し合いに行くでしょ、それは私も何がいいか分からなかったら、 あんまり家ではそういう仕事は仕事の話を持ってこない。あ、なるほどね。で、今日どこのブラックに行く、うん、いや集まってもらってって、うん、そしてなんか100何回ぐらいしとるんですね。そうです、100何回ぐらいの話し合いを重ねてきたって。今日はあの私も映画見て、本場読んで分かったんです、はあ、そうなんですか。もう家の中、うん、もうお客さんに来てやったけど、で自分も魚釣り行ったから、みんな魚ってみんな家においで食べに来いっていうこと、みんなここ夜集まるのだった。
ああ、なるほど、ね。人の集まってくると好きで、うん。家に集まってね、いろんなコミュニケーションを。なんかみんなと話したいとです、ね、うん、自分がこう、こう。だけど、津田さんのね、やっぱりその意図、あの子供の頃にああいうふうにこう、綺麗な顔があったら ね、ああいうのをもう、もう一回ね、読み返さなくていかんっていうね。そうですね。うん、こちらも釜地の方だけど、釜地は堀が広いですよね。広いですね。そこで育ってるから、うん、小さいとこ。うん、そしてもう、小学校から釜地の堀で、魚取って学校に行きよったそうです。ね、まだ泳ぎましたからね、昔ね。そうそうそう。泳ぎちっちゃい頃、はい、目の前ので、ね、で、でもそういう。そういう森で、うん、自分が、これ、柳川の川が、埋める中家族で移動で行かれて、うん、その時知ったわけですよね、うん、そこの環境水道課さん、そのまでは水道あそこの中部排水地ですかね、あそこに16人おったんですよ、うん、それで水道が終わったから、うん、環境課の方に水道課の方に移動で古賀水道さんがあそこにいたくれと、その時は分かったみたい。その時これが埋もるってと、見学がね。いや、それは自分らも見学しないっていう。うんうんうん。どうでね。いや、でももし、津田さんがいなかったら、今、この堀はないですよね、そうですね。ね、普通のもう何もない平地になって。もう今の市長もそんなふうに言われてない。今、一つはやっぱり市長が偉かったんですよ。うんうんうん。そね、杉尾さんがね、それが認めてくれたと、ね、いうことは、市長ができちゃったらもうダメなのだから、県顧問じゃん、うん、あれしてたからね。こうチャンスといい、だからその時期にやっぱり歴史的にどうしてもやっぱそうしなきゃいけなかったんですよ。それを津田さんがこう使命としてやったっていう感じなんですね。それは自治主任がもうどうしてこんなに矢野が反対したかというと、うん、粘土あれでしょ、有明海に近いから、うん、地盤沈下装置、うん、粘土してたら多いです、粘土を海さん行きよったから、うん、それが分かっとったんですよ、うん、そして水道の方でもちょっと掘って、うん、ね、粘土層のこう出てくるでしょ、ね、それで埋めたら家 の、 川の横が沈没してしまうっていう、うん、川の横がそういうことは分かっとったみたいで、その都市の構造的なものを調べて分かっとったわけですね。それで埋めたら家の方がね、うんうん、川横が沈没する、そうですよ、地盤沈下装置、もし家になっとったらこの間の地震ね、あの時もこんなになってますよね、ひょっとしてね、もうそうですね、あ、そういう護岸工事は反対やったで、うん、コンクリしたら川駅から徒歩3分、今宵も一つの物語が始まる。おい、おおお男女年齢差問わず気軽に入れる。乾杯！みんなが素敵な笑顔になるお店、福泉荘。名物のうなぎ料理をはじめ、お昼には定食を、夜には宴会料理を、ご宴会はお二人様から受け付けてます。秘伝のタレで作ったうな巻き、食いに来んねえ福泉荘。今はどうですか、ご主人のことを振り返ってなんかこう、もうその時はそう考えんけど、うん、今あえらいこいいことしたねって今は考えてる、うん、それまでそんなか考えても、うん、まあ役所の仕事と思ってからね、川下の今川下りが多いし、そうですね、まあ、昔からのね、残ってる川っていうのはね、先人の知恵っていうか ね、そういうふうに使われたものがやっぱり、私たちはそうだと考えもしなかったけどね、うん、やっぱあんなふうな運動場が川かんからこう川のあるからいいっていうことで、それで今プロシタツが川の上になんかほら駐車場作ったり小屋作ったり、それが抜かしたら、うん、それが反対やった家さんでもうやかましで、なんでうちね、うん、それは市の堀県のかさやんちゅう、うん、もう全然うちなんで、なんで電話かかってくるかって、でも不法占拠みたいなもんですからね、川の上で、ね、勝手になんかするってよね、そしてそれがのかして流れたら、うん、洪水になったら、うん、ほら大水上がらない、うん、家さんが流れ、うん、それがなくなった何十年ぶって、そうしてみんな
実証されたんですよ ね, ね実証されたんですね。何十年ぶちでこうして映画にも出てくることね、何十年ぶりにここが家の中に流れになったここ、ね、何十年もで流れたそういうことで皆さんね農家の方たちが協力されたんですよ最後に。あそしてさらえるゴミね、あれば家に自分方に田んぼを貸して、ここに、あそこに捨ててよかった、そうそう、捨ててくれって、ここにはいいって、もう持っていくところがなかったから、ね、うちのところに捨ててくれって言うと、農家の方たちが。ああ、じゃあ、本当に一体となってきたんですね。そうそう、ね、それ一体となってきたみたいです。私、後から分かったけど。いや、僕ね、私も主人なんで、なんであっち行きよるかなと思ってね。そういうこと言ったんです、ね。僕もね、知らなかったからですけど、やっぱり夜中にね、こういう、方がいらしたから今の柳川があると広松津彩さんという方なんですね、もう逆に名誉な方です。この番組見た方も一回ちょっと調べてください。この柳川が今成り立っているのはこの広松さんがそういうこう事業的に活動されて本人が動き始めたから今があるっていう、なんか本当に一辺の勇気いただきました。そうですね噂でなんかもしかしたら住宅地になっちゃうかもしれないとかいう、そうそうそう、一時期ですね、はい、そういうあれがあって、はい、全部柳川の堀を埋め立て地にしちゃって、うん、そこに住宅とかね、商店街とかね町にしようとしてたんです、してたんですよ。その中でその広松さえさん一人だけが、やっぱりそういうのはダメだっていう、ことで反対されて、まあその時もね一人だけ反対してもね、はい、なかなかねダメだけども、その時の市長も、その伝さんの意見に GO を出したっていうね、賛同したんですね、もし市長がダメだといえばね、もうどんなにもうみんなが言ってもねダメだったのが、ちょうどなんていうのかな、やっぱりタイミングが良かったっていうかね、良かったです ね, ね、それで今の観光地柳川があるんです。美しい街が残ってね、だからもしねあれが埋め立てなってれば、この間のね熊本のね震災とかあったでしょ、ああいうのあった時ね結構ね壊滅的なこう地盤沈下が起きたんじゃないかなっていう、そういうことも含めてね、なんか下がね粘土質らしいんですよ。あ、なるほど。そういうこともね広松さんが全部研究し て、すごいです ねそのなんかの先見のなんか動物的な勘というかなね、でもやっぱりあと郷土愛とかもあったじゃないですか、そうそう、小さい時の風景が忘れられないとか ねそういうのがあったらしいんですよ。なるほど。やっぱそういう方がいらっしゃる、本当に良かったと思う。だってその時代って一番こうなんていうのかな、そういう日本の良いものをどうでもいいみたいなところがあった時代ですから、まあ行動正常というかなんかね、ガオッとなってるんだね。だからそういう時にね、やっぱりすごい深い思いがあってされたってことは素晴らしいですよね。僕もなんかねお話をしててなんかこうあったかいものをいただきました、奥様から、やっぱりそうやって、まあ、ふるさとの愛っていうかね、なんと郷土愛っていうのはすごいですよね。そうだよね、僕もね。東京の人に聞いてみました。福岡県柳川市の名産物といえば、もちろんピザ。違うでしょ。じゃなくてゆずすこ。ピザにかけても美味しいですよ。そうですよね。はい、ありがとうございました。生姜すこ。男は黙って乗り黒。生姜胡椒。ありがとうございました。というわけでやってきました高橋総本店。商品のラインナップはこちら。ゆずすこ、のりくろ、生姜胡椒、生姜すこ。この他にも美味しいものはすべて高橋商店。いらっしゃい。はい、というわけでね、今回の柳川万歳いかがでしたか、はい、玉木さん、見てらっしゃる方。はい、柳川万歳、もうまた行きたいですまた今年もね、はい、10月のお芝居で玉木さん来ていただくんで、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ今回はね、今の観光地柳川があるのは広松津彩さんのおかげだということをね、改めて知りましたんで、次回をまたお楽しみに。はい。